29番、ミッドフィルダー、吉永博史です。17番、ミッドフィルダー、諸岡博史です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、前回、アクシデントで、配信できなかったので、今回は、特別インタビューという形で、やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。まずじゃあ、前回の試合、ホームゲーム、振り返りをお願いします。じゃあ、自分からいきます。まあ、前回、まあ、0-2 っていう形で負けてしまったんですけど、まあ、たくさんの方々に来てくださったんで、まあ、しっかり最終戦をホームは勝ちたかったんですけど、まあ、ビッグチャンスもありながら、まあ、決めきれず、まあ、いった形で負けてしまったんで、本当に申し訳ないなって思います。 1-2 なのよ。 1-2 決めきれず。 1-2 やっぱいいでしょ。使います。ちょっと使います。いや、0-2じゃなくて1-2なのよ。と思ってたわ、今俺。いやいや、ダメでしょ。ダメです、使います。じゃあ1-2、0-2で。いや、まあ今季最多のお客さんに来ていただいた中で、まあ絶対勝たなきゃいけない試合だったんですけど、まあ自分のミスもあって、まあ負けてしまったので、やっぱりまだまだ甘かったなっていうのは自分自身感じてて、まあこの負けを次につなげるじゃないですけど、まあ、来季もそうですし、そういったところに向けて、まあ、もっともっとやんなきゃいけないよっていうのを分からされたというか、そういう、まあ、最近結構勝ててる中で、まあ、負けても内容がまあ結構そんな悪くない内容で、まあ、惜しい惜しいっていう内容で来てたので、まあ、多分みんなやれる自信はあったと思いますし、まあ、その中で3連敗したので、やっぱり来季に向けてもそうですし、やっぱりそんな甘くないよっていうのをなんか教えられたようなゲームだったと思います。聞きにくいけど、失点の場面、フィールパスで、うん、そうっす。そんな暗くなんないでいいんで。はい。あれはやっちゃったっていう。はい、まあそうっすね。あれは完全に自分のミスです。まあね、はい、まあ、長く試合やってりゃそんなこともあるかなと。はい、まあ、こんなこと言いながらドラさん相当言ってきますけど。ヒロシもね、結構試合出てるけど、いやー、しかもこの間決定機あって外して、外した瞬間も一生点取れないんじゃないかって本当に思いましたね。呪われてるんじゃないかって。ちょっとお払いでもオフ期間行った方がいいね。行こうかなって真剣に考えてます。本当に、まあ、私厄年ですからね。そっか、厄年か。ちょっと、まあ役年でしたけど、ちょっと来年はしっかり、年には年をで、後役とかあるんでね。はい、ちょっと行ってこうかな。行ってください。はい、じゃあ今週末最終戦、今年のそこに向けての意気込みをお願いします。まあ本当に今年最後締めくくる、まあ終わりよければ全てよしっていう言葉もあるんで、もう本当に最後しっかりどんな形でも勝って、まあ、最後笑って終わりたいなって思います。まあホーム最終節は勝てなかったですけど、まあ松さんも最後ってこともあるんで、やっぱり自分なんかは松さんと一緒に福島に一緒に来たっていうか、まあなんていうんですか、一緒に松さんが初め福島で監督をやるときに自分たちも入団した選手なので、2年間みっちりいろんなことを教えてもらいましたし、まあこんな自分を使ってくれた松さんにしっかり最後勝って恩返しができるように、
最後はみんなで勝って笑って松さんを送り出したいなっていうふうに思います。最終節は点取るんですか？取りたいです。取ります。何かしらします。何かしら何かしらします。ヒールパスはダメよ。はい、そっちは違います。しない。絶対にもしないです。はい、しっかり最終節で挽回してください。はい、はい、頑張ります。頑張ります。じゃあ見てる、見てくださってる皆さんに一言。はい、まあ、いつも応援ありがとうございます。まあ、しっかり最終戦しっかり勝つんで、ぜひ応援よろしくお願いします。いつも応援ありがとうございます。なかなか、まあ、会えないといいますか、なかなか近くで話したりそういうことはできないですけど、まあ、いつも応援してくれてるのは届いてますし、そういう意味も込めて最後皆さんのためにも勝利を届けたいっていうふうに思ってるので、最終節しっかりアウェーですが頑張ってくるので、まあ、来れる方は現地で、で来れない方はダゾーンで応援していただいて、勝って帰ってくるので、これからも応援よろしくお願いします。